どうも、こんにちは。そういえばね、なんかタイムラインで壁塗りがめちゃくちゃ話題なんだよね。今、ドンピコの壁塗りが熱い。誠心誠意塗らせていただきます。こっちの方まで塗っとこう。真ん中の壁をね、補修するのも大事だね。塗らせていただきます。あの時塗ってもらった壁です。壁の恩返し。ガンジーさんのツイート、いやガンジーさんだけじゃないよ、もうめっちゃいろんな人が、いろんな多分乱獲勢、主に壁塗りに関して思うことがあるみたい。みんないろいろと、ガンジーさんはむしろそんなにいろいろ言ってない。あ、全然塗れないわ。あ、さっき塗ってもらった壁です。いやー、ここの壁好きなんだよな。しょっちゅう僕の命を助けてくれる。そこの壁塗られてると安心する。ね。正面とか、あと左奥とか行った後ね、帰ってくるときに重宝しますよね。本当はね、真ん中塗った後ね、全部の、そういう壁、そういう外側のね、地味に命を助けてくれる壁を全部塗りたいと思ってるんだけど、時間がね、足りないですよね。壁多すぎるんよ、ドンピコ。じゃ、毎回塗る壁変えていくか。壁塗りが話題なんで、いろんな壁を塗って吟味していこう。どの壁がいいかなーっつって、ここもね塗っときたいんだよな。この鉄球行った後の帰り道であると嬉しい壁みたいな感じよね。地球の帰り道で塗られていると助かる壁。なんかタイムラインでね、話題なのはどの壁を塗るかとかいう話じゃなくて、壁を塗るか塗らないかっていう話でね、ちょっと怖い話題なんだよね。コメントとか見てたりさ、あとは DM とかしてたりしてね、僕壁塗ってない時あるからね。ちょっとタイムライン結構ヒヤヒヤしながら見てましたね。僕のことかもしれん。僕のこと言われてるかも。塗らないという選択、それがあなたの壁なのでは。めちゃくちゃいいこと言うやん。じゃ、それ、ツイッターで言ったら、ちょっと伸びるかもよ。まあ、壁塗り話題やから。今すぐツイッターでつぶやいてきな。結構な火力を有してると思う、それ。響いたわ。僕普段壁塗ってるな、ちゃんと。この塗ってるわ。このさ、タイムラインでさ、壁塗りをしないことの どれだけ悪いかをもうみんな置きまくっててさ、怖いんだけど、僕ね、最初の10秒とかね、自動操縦なんだよね。何も考えてないわけ。脳みそを休める時間ないよな、最初の壁塗りの時間だからさ、記憶がないんだよね。壁塗りしてるんかな僕いつもって、ちゃんとやってるって。ちゃんとやってんのかなって、ちょっと不安になりながら今日ツイッターをね見てたんだけどさ、今ね自動操縦してて、あ、普通に壁塗ってたから。まあ、多分いつも塗ってると思いますね。多分塗ってる。地方某有名サーモンラン実況者さん、 DM に夢中で壁塗りを忘れてしまう。僕壁塗り忘れることあるけど、10回に9回ぐらい多分ちゃんと真面目に塗ってたらね、そんなに文句言われない。事情があることもあるよねっていう、おかしい時もあるよね。優しくいこうぜ。100回中100回、絶対に1秒もサボるんじゃねえっていう、そんな感じで言ってたら、ちょっとまたパワーモンランズ怖いってなっちゃうぞ。あとね、某有名サーモンラン実況者さんって僕言われてないから、僕ねケンシロ氏って言われてるから、そういう時僕だけ名指しやから、サーモンランズの中で。実は今日人の視点見てて思ったんやけど、このね、この
今正面に見えてる。これここの壁ね、今回塗られてるね。この壁ね、僕あんま普段塗らないんだけどさ、塗っててちゃんと有効活用してる人がいてね、いいなって思いましたね。この壁結構立ち回りの幅が広がりそうな雰囲気が。ナイスジェッパ。壁塗りであなたを驚かせたい丸亀製麺。テレテテテテレ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 テテテテレ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